きチャンネル。ジョン。こんにちは。見つけられなくてごめんね。大活躍びっくりマン選手です。はい。セリーグ編。セリーグ編。見つけられなかったです。そんな頑張るみたいな。うん、主軸じゃんみたいな。はい、今1位の DeNA。はい。関根です。いやー元気ですね。しかもよ、打つだけじゃないからね、うん、はい、守備も走塁も含めて、すべてにおいて現状、はい、パーフェクト、はい、3割3分7厘だよ、うん、すごくない？しかもホームランも打ってるからね。そうですね、うん、しかもよ、うん、左右左ピッチャーにも3割3分3厘、右ピッチャーにも3割3分9厘と、うん、どっちもちゃんと打ててる、はい、しかも、うん、これすごいのがよ、はい、巨人、ヤクルト、中日、阪神、広島、うん、全チームからちゃんと打ってる。へえ、偏りがないんだ。巨人3割6分4厘、ヤクルト3割7分9厘、中日3割3分3厘、はい、阪神2割7分3厘、うん、広島3割と、うん、まあ、阪神の2割7分3厘が一番低いんだけど、うん、十分じゃんね、はい、こんだけ打ってたら、うん、どこにもちゃんと打ってる。関根選手ってもう10年目の選手じゃないですか、うん、いきなりどうしたんですかね。それも、ブレイクはいつ来るか分かんないから、はい、うん、そうなんですね、本当そうですね、うん、だって浜さん何年目ですか。私今10年目ぐらいです。大ブレイク大ブレイク、ブレイクとかじゃない、大ブレイク、9年目ぐらいで大ブレイクだって投稿層入った時に写真集出すと思わなかったでしょ、はい、思わなかった10年目ぐらいで、うん、大ブレイク。でもいつどうなるか分かんないじゃん、まあ、これはもう、ね、野球選手も一緒なのよ、うん、いつどうなるか分かんないし、それをチャンスに気づけたかどうか、掴めたどうかが勝負でね、はい、でもまだ27歳だからね、うん、今年28歳だから、ね、東邦高校から入ってね、うん、まあまあ高卒で10年だからね、はい、いい形で、ね、ここまでやってきたっていうところと、そうですね、であと外野どこでも守れるのも強いよな。あ、起用法も楽だしね、はい、しかもこんだけ打ってたら何番に置いても、うん、その作戦も立てやすいから、はい、6番ぐらいに置いてもチャンスちゃんと返してくれるし、うん、1、2番置いても機能しそうやし、はい、塁出るしっていう、うんうん、いやここに来て見つけれんかったな、はい、でもここまでね、はい、便利屋できるのかなと思ったら、うんうん、もうそんなことなかった、はい、全然もう主力です。穴ないか見つけてやろうどこか足りないかなみたいな、うん、いやでもそんな特に、ね、早いカウントも3割7分、うん、結構積極的に打ってるしね、うん、しかもファーワンストライクからも4割だからね、打ってるんだよねうん、うん、追い込まれてもワンボールツーストライクも3割3分3厘、うん、2エンド2も3割8分5厘、はい、3ボールツーストライクも5割と追い込まれてから強いの。めちゃくちゃすごいね、それは。いいとこしかないですね。うん、悪いところ見つけてやりたい、うん、見つけてやりたいけど見つけてやりたいけどない。得点圏打率も3割1分1厘、すごい、3割8分1厘、しかもホームラン打たないのに、はい、OPS も836あるからね。へー、ツーベースがもう、うわー、いいところしかない。打点も上げてるわけですよね。うん、悪いところ言いたいけどないもう今はじゃあパーフェクト、うん、すごいね、すごい、まあ、だからやっぱりこの1位にいる原動力になってるのね、関根はね、うん、完全に。で今2位阪神、はい、阪神いっぱいそうだな。村上でしょ。まあそうですね、見つけれた、見つけれた、いやもう見つけれたのかな。すいません、全然知りませんでした。大阪の解説者の人も3月、はい、いや今年の初めぐらいに、いや今年は村上が、はい、ローテーションに入ってきて10勝ぐらいいけるよって見つけれてたのかな、はい、いや言ってる人 います？いや聞いたことないよな。いや分かんない、いたかも分かんないけども、うん、聞いたことないよな、うん、どっちかというと秋山の方がさ、チャンスは早かったわけでしょ、はい、復活に向けてね、うん、っていうところもあるし、はい、あと西純也とか、そうですね、は言って村上、うん、いや分からなかったな、誰みたいな、はい、ちょっと言い方悪いけど ね、うん、えげつなかったね、まあ、3年目ですからね、うん、でドラフトも恋で入ってるんで、打たれる、だからもう今、うん、日本三大不思議っていうのがあって、はい、佐々木朗希、うん、村上、はい、山下俊平だ、はい、どうやったら負けるのっていう、そうです、ね、負けるときどんな負け方ですかっていう、この三大不思議、うん、そうですね、うん、でも大竹投手もそうじゃないですか。まあまあまあ、そうそうそう、うん、大竹もびっくりや、はい、
それはね育成ドラフトで4連勝だからね、はい、でもえげつないけど、はい、でもちょっとインパクトが強いのは村上選手なんで、そうなんですよ ね、 それはね完全試合からの、はい、交代からの完封だからね、はい、そうですね、しかもあの、160キロとかだったらさ、はい、ブリ落ちますみたいなのだったらさ、フォークだったらこう説明しやすいな、見てる感じよ、はい、どれも普通だからね。え、じゃあなんで打てないんですか。まっすぐが、はい、分かった、一つの要素としてま、うん、っすぐが普通こう回転じゃん、はい、まっすぐ投げてるのに若干こう回転なのよ。まっすぐなのにこうなんですか。だからカット気味回転だから、へえ、カット気味の回転っていうのは、はい、それを意図して投げれた場合は、はい、最後失速しないの、はい、こういくのよ、うん、最後が、うん、だそれによって分かんない、打席立ってないから分かんないけども、うん、画面上ではまっすぐだけど、はい、若干こう入ってるかも分かんない、ね、へえ、その分差し込まれてるかも分かんない、はい、ストレートが、それによって前で打たなきゃいけない、はい、けど変化球を同じ軌道から曲げて落とすから、うん、そこのアジャストがしづらいのかもしれない。へえ、これだけが気になる俺は、この回転のストレートなのにカット気味、そうそう、ストレートなのに軸が横回転、うーんが、うん、若干こういってんちゃうかっていう。あ、すごい武器ですね。えぐいよね、本当びっくり、どうなっていくんだろうね。そうですね、オールスターも出場しちゃうね、うん、下手したらよ、はい、阪神投票だって、うん、1位あるかもね、セ・リーグ。そうですね、セ・リーグだって投手で1位になりそうなやつおらんもんな、うん、だからそうです、ね、村上オールスターファン投票1位あるな。ありますね、このままいったら、うん、他そうですね、おらんやろこの絶対的に1位の投票で1位、うん、巨人もいないでしょ、ヤクルトも別にいないよ、うん、DeNA もだから今永か、あ、まあ、人気強いて言ったらよ、うん、そうですね、まあ、WBC も言ってるし、うん、村上はさ、はい、もう本当に野球ちゃんと見てなかったら村上の良さ分かんないじゃん、はい、うん、そのチームだけのコアファンとかだと、はい、村上見つけてくれてない、まだ見つけてないかも分かんないね、はい、で今なんか入れちゃう可能性もあるじゃん、うん、ありますね。で中日もいないやろ、うん、広島もいないから村上1位あるの。ありますね、大竹、うん、もうありますよね、4連勝ですから、ある、全然あるな、うん、村上1位あるな、ありますね、うん、阪神ファンもやっぱ勢いあるから、うん、そこで、うん、あるある、本投票ありますね、うん、村上1位あるな、うん、ね、で続いて3位カープ、はい、カープはね、うん、いないね、いない、そんなびっくりするようななんか新鋭の活躍おらんしな、また、まあ、デイビッドソンが、あ、デビッド、逆にデビッドソン逆にそんなにヒット打たへんやっていうびっくりあるけどホームランをつけてつけどってホームランはっていうそんなないよな。そうですね、私でも私的な、まあ、じゃあミニびっくりですけど、うん、は、まあ、秋山選手、あ、ね、こんな復活するんだみたいなびっくりはありました、うん、今怒られてる秋山は、川村さん、僕のこと信用してくれてないんですか、でやっぱ去年はこうなんとなく帰ってきてもこう、まあ、2割5分とか6分ぐらいだったので、うん、あ、そっか、でも帰ってきてちょっとアジャストしてないのかなとか思いつつも、うん、やっぱりこうやって合わせてくるんだなって、さすが1番、今3番ですけど、うん、ね、3割8分打ってるんですよ、うん、すごいよね、うん、っていう私の、まあ、ミニリックです、うんうん、はい、まあ、頑張ってるよね、よく、はい、頑張ってます、ね、続いて、はい、ヤクルト、はい、ヤクルトもおらんな、ヤクルトも、まあ強いて言ったら、うん、田口抑え、あ、何リーチャーみたいな、うん、いいですね、ボリューム言ってないですもんね、うんうん、そう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 、うん、っていうのはあるよね、はい、田口抑えなんだっていうびっくりがあった、うん、その起用に、はい、うん、でもまあ投球はね去年自体も良かったからね、そうですね、抑え起用にびっくりしたっていうのはあるけども、うん、田口本人にびっくりしたことはないけど、はい、うん、田口のびっくりは、うん、本田圭佑のモノマネうまいじゃんそこのびっくりはある、はい、うん、でパフォーマーですよね、そう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 、ね、確かに、あとまあ星かな、ああ、まあでも頑張ってますね、あ、うん、リリーフになってね、ストレートの力強さもなったしね、はい、その星の頑張りっていうところは、うん、まあ、スター的な、はい、びっくり感はある、ね、うん、ヤクルトはね、はい、星かな、星投手ですかね、うん、ここまでなかったところで言うとね、野手、はい、もそうですね、うん、あ、ヤクルトじゃないけど、ヤクルトじゃない急に、いや急に審判とか急に、今ちょっと前のチームのことを思い出したんだけどまあいいや、全然大丈夫、誰ですか、あ、前のチームだった、今誰ですか、
あの今その野手はあそういえば木浪選手も良かったなって今ふって出てきた。あ、木浪ね。そう、あ思ってなかったじゃないですか。あ、木浪監督が変わったらフォーク変わるんだね。いいですよね、使われ選手って変わるって言いますもんね。めちゃくちゃ結果残してるしな、いいところでな、はい、でなぜか2チーム前の話が今ふっと出てきたよ。木浪ファンが喜んでる。いや、そうですね。で続いて、はい、巨人、はい、巨人は、まあ、やっぱ秋広じゃない。ああそうですね、まあくるくる言われながらね、俺だって秋広、はい、去年のネクストブレイク選手選んでたから、ね、あそうですね、今年か1年早かったかみたいな、うん、だって今3割2分5厘よ、はいね、うん、ホームランも打って、うん、今もうほぼ連休で出てるからね、うん、外野がね2メートルの、うんうん、本当に2メートルなのかな、2メーターの方が絶対インパクトあるじゃん。でも2メーターって170センチの人って大体170センチじゃないじゃん。いやでもぴったり170の人も170って言うじゃないですか。うん、本当に 199.2 とかじゃないのかな、6とか本当に2メーターなのかなって思っちゃって、勝手なたわごとです、はい、でも確かに私が 170.3 センチとかだったら171って書くかもしれないね、うん。でも2メートルあるんですよ、ね、あるってことですね。でもやっぱでかいよな、明らかにでかいよな。あの打席立ってたらものすごい高さ、手とかも長いしな、うん、めっちゃな、はい、あれでよくこう肘畳めるよね、うん、手とか長いの野球にとったらもうデメリットでしかないからね。そうですね、肘畳める。でもね、はい、課題あるから、うん、対左1割8分2厘、うん、左全く打ってない、うん、対右3割7分9厘、うん、だから課題は左やな、うん、だから左がさやっぱ DNA 倒さなきゃいけないわけじゃん、うん、今永、東、浜口とか、うん、もう左が並ぶわけでしょ、うん、そこどう打っていくかね、うん、ここの課題があるんです。そうですね、あでもまあね、でもやっぱ秋広選手ですね、巨人は、うん、3年目だからね、うん、20歳いいね、はい、で続いて、はい、中日、はい、中日はもう、うん、あの選手ですよね、はい、皆さん私が持ってる選手だと思います、うん、涌井だね。涌井投手の方かそっちか。いやでも本当にそうですね、うん、あのまあ今ね1勝3敗で、はい、まあ、ちょっと援護がなさすぎたからね、うん、でもあんなにローテーションのもう中心で回れるとはちょっと思ってなかったから申し訳ないけどね。いやそうです、だって去年楽天でそんなにこうちゃんと1年投げてた、ね、うん、投げたわけじゃないし、うん、なんかちょっと拾ってもらった感ね、はい、ドラゴンズに、うんうん、あったような感じもしたから、はい、でもね援護さえあったら3勝1敗でもおかしくないから、ね、うん、そうですね現状ね、うん、その中で結果ね、うん、ここまで残してるっていうすごいよね、うん、もう36歳だから今年37だからね、はい、その中でまだいけんじゃんっていう、うん、びっくり感あるね、はい、うん、いや本当だからよかった、中日にとっても良かったですよね、うん、そう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 、うん、で投げてる球もいいしね、感じね、あですか、うん、しっかり投げれてるし、うん、はい、だからまあちょっとね、うん、あの無援護さんのチームなんで、はい、そこがね、そこはもう勝ち星っていうところには、はい、もうすごい重荷になるけども、うん、まあ防御率もね、うん、3.30 でしょ、はい、比較的いい感じで投げれてるし、うん、はい、まあ、全体的にはいい感じで投げてるからちょっとびっくりかなと、うん、ね、あ皆さん思ってたやつ、思ってたやつはあれでしょ。いや私はもう福永選手かなと思ってました。ああそっち、うん、そりゃもうえぐいよね。ねえ、あそれはもう開幕前誰が想像してたかね、ねえ、うん、田中いて、はい、村松いて、うん、若干ちょっとね、はい、置いてきぼり感、うん、キャンプから含めて、はい、そんなに田中すごいみたいな、うん、あの WBC 走行試合でもって、うん、足もいいみたいな、はい、村松みたいな、うん、もうあの鍋出したけども、うん、二遊間埋まったぜみたいな、もうルーキーで固めるぜみたいな、うん、なったら、はい、で蓋開けてみたら、はい、福田だって、ねえ、だ2人とも開幕前にもう2軍いっちゃったじゃないですか、うん、そうそう怪我もあったり ねして、そうでそうで掴みましたよね。だこういうところのチャンスをね、うん、どこまで掴めるかがね、はい、勝負だからね、うん、そ一発回答で掴んだからね、はい、26歳今年27歳、うん、ドラフト7位、はい、天理高校専修大日本新薬からまあだから社会人卒でね、うん、大学まで行ってるから、はい、まあ、ここからねパンっていかなきゃいけない中でね、うん、だから宮本慎也さんとかもそうだからね、うん、PL 同志社、うん、ねでプリンス行ってからの、はい、だから、うん、ね、ここからでも2000本出るからね、逆に田中村松が帰ってきた時にもう居場所なくなるね。いや村松くん今ね帰ってきてるんですけど、うん、ちょっとまだそこまでっていうヒットは出てますけどね、うんうん、っていう感じですね、うん、
でもまあね、うん、3人も取った中で1人こんなに活躍してくれたら大きいよな。そうですね。あしかもその補わなきゃいけないところでな、うん、これはちょっとびっくりだね、はい、うん、あともう1人私にびっくりいますよ。いんの、はい、細川選手。おお、現役ドラフトね。現役ドラフトここでもハマってるじゃんっていう。いいね、めちゃ貴重な戦力ですよ、うん、3割1分5厘ね、はい、ホームランまだ出てないからホームラン打ちたいね。そうですね、うん、なんで DeNA の時が頑張りなかったんだろうね。まあ、チャンスなかったのは、うん、ちょチャンスが少なかったっていう。そうですね、継続して使えてもらう、やっぱ継続して使ってもらう中で掴むものもあるから、うん、やっぱ DeNA 外野厚くて使ってくれるけど、はい、継続してとかじゃないからね、うん、だからそういったところの違いはねあったと思うけども、はい、まあいいね、いい活躍です。うん、うん、あと本当にびっくりしたのは俺は宮のパスボールね。宮のパスボールえっ、びっくりしたって、本当にびっくりしたそうなんですか本当なんでそうなっちゃうんですか。分かってるけどそうですかだからびっくりした、はい、そう深く突っ込んでダメよそこは。そうですね、何かあったんですか、ね、何かあったの、うん、はい、びっくり、はい、あとドラゴンズのびっくりは、うん、無援護さは変わらないんだっていうびっくりあるけどね、うんうん、お加藤翔平2割6分7厘も打ってんじゃん。お結構打ってんね。今初めて知ったわ。よくアウトになってるイメージしかないからびっくりしたわ、はい、あ、そうですか。翔平頑張れ、うん、翔平、はい、はい、ということでね、はい、まあ、開幕1ヶ月ちょいのびっくり選手ですけども、うん、まあ、この選手たちがねここどう活躍してるのか、うん、でも本当村上はオールスター、はい、ファン投票1位あるな。ありますね、これはね、うん、まあ、でもこれまだ続けなきゃいけないからね、うん、まあ、ここからどうなるのかね、楽しみですね、はい。